ビンテンバイエルン。岡崎ビンテンがラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ。トトラの島を飛行4、ね、トトラの島、今月に入ってずっとこの曲解説してきましたが、今日がその締めということでね、続きを解説していこうかと思います。先週そのサビのパートの途中まで解説しましたが、コード B フラットの部分ですね、そこからいってみましょう。その次ですね、このあたりちょっと、3弦目を押さえる左手人差し指の動きが、ちょっと難しく感じられるかもしれません。ここで Fm6 のコードがまた出てきます。押さえ方、指使いは、最初の説明、先週の説明と同じです。でこの次にまたハイコード Cm7 のコードが出てきますが、そこに移る時がちょっと難しいですね。 F シャープ分の D というコードから、小指を2弦目スライドさせながら移っていきます。このコード、そして人差し指制覇を残したままベース音を4弦目の3フレット、ここにとって、この辺が、まあ、一番強くなる部分ですね。そしてこう G7 で落ち着いて次の、Cm7 ですね。ここまでずっと制覇フォームが続きます。この辺りが難しさを感じる部分かもしれませんね。そして、これ G シャープの 9th というコードが出てきますが、これまた、押さえ方の難しさというよりも押さえられないフォームなので、戸惑いもあるかもしれませんと、つないで次のまた A パートの繰り返しに戻りますが、最初そうですね、プロムナードっていうアルバムで、レコーディングされた時はここで転調してました。こういう G シャープ9からこのまま転調した、そのままの半音上がった、コード進行でその後が続いたんですが、今回の、スピリットダンスのアルバムでは、ギター1本ね、そのパンチインもなしということで、転調なしということはまた元のキーに戻します。ここでそしてまた Am から A メロディーが始まりますね。それはあの第1週ですね、そう、あの今月の第1週に解説した弾き方と同じパートが続きます。そしてこの辺りはかなりタッチが強くなります。押さえ方も特にこの F の部分ですね、難しい、フォームではありますが、フォームにだけに気がいかないでね、タッチの部分も気を使って弾いてもらえればと思います。そしてエンディングに入ったら、そうですね、とかっていうフレーズも出てきますので、まあ、このあたりリズムが崩れないように注意してもらえればと思います。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからギターレッスンにおける悩み、ご相談、ギターに関する質問何でも受け付けますのでお送りください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは僕のホームページにリンクが貼ってありますので、こちらからも入ることができます。検索サイトより岡崎リンテンと入力してもらえればすぐに見つかります。またこのコーナーは
番組ブログよりビデオで見ることができますので、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。